すいません、ここのナメカアイランドはまだ工事は始まらないんですか？来年の春だって。あ、来年の春ですか。ここね、道の駅ができるらしいよ。あ、道の駅ですか、うん、中はホテルに行ってた。レジャーかな。確かこの間僕前も来たんですけど、うん、話したの覚えてます。ちょっと夜質問したんですけど覚えてないですか。わかんない。ここ更新っていうか歩いてなかったですか。いや俺じゃねえんじゃない。あ、違いますか、うん、毎日更新してないですか。え、管理人の方ですか。あ、管理人はね、月火水金、あ、じゃ月火月水金って週に3日や。だから今日は休みなんだ、火曜日だから。あ、じゃあここ近所の人ですか。そうそう、ここいつも散歩してる。で本当はね、今年の秋からやる予定だったんです。だから来年の春だ。だから来年の 春も分かんねえやん。本格的に決まったわけじゃない。うん、まだ予定だって。来年の春。だから道の駅ができるといいよね。俺なんか野菜なんか買いに来れてた。それで、あの海際、海沿いにホテルができる。なんかそんなこと言ってたけど、わかんない。だけど、温泉はもう出るんだよ。あ、もう臭くしてるんですか。もう温泉を掘ってあるの。若い子が来るよ。黙って中入ってさ。ほんで、こう山越えてこっち出てくるんだ。あ、なんか探索っていうか。そうだからもう30年ぐらいもう何も言ってないからさ、すごいよ。もう、あ、大雨でね、あ、山が崩んだりさ、木が倒れたりさ、もうこれ30年も中は木がボーボーだもん。台風の被害ってこの辺ありますよね。ない。あ、ここは全くない。うん、そうだ。俺なんかもこの前台風で騒いでたじゃない。逃げろ逃げろって。千葉県全部そうなのか。そう小学校逃げたんだ。台風じゃなかったよ。やっぱり山があるからさ、うん、囲まれてるから。あ、じゃあ千葉って報道されてても全然違うの。そう場所によって、うん、あ、ここで毎朝いつもなんか運動してるおばさんとおじいさんっぽい人。そう、うん、結構いるよここ。お宅どっから来たの。東京から。ちょっとこういう古い施設が好き。ここ廃校になった、ここ小学校。あ、そうなんですか。うん、だからここへ逃げたんだ俺ね、台風の時。なんかボロボロになってますね。だから勝浦市は売らねえんだ。売れは何か利用できるのにさ。水持ってきたりしないんですか。え、水が持ってきたり。いや、持ってるもらない、うん、避難場所だから。俺なんか近いからいいけどさ。何時に出てきたの。5時おお。で、どこだ。そうですね、うん、まあ途中までは巡行とか、うん、千葉県に入ると鈍行しか。こっち来るんだよね。ないもんね、そんな早くは。で、あちこち回ってんだ。そう。ナメカアイランドが閉まるときってどうですか、お客さん。俺は分かんねえ。俺ここずっと住んでないから。俺よそもんだから。俺は松戸から来たから。その子はもう お客も少なかったよ。俺をここへ引っ越ししてきたときにバーベキュー食べに来たことあるんだ。ナメカアイランドに中にあってんだ、バーキーって。園内どうでした。人いました。全然いなかった。あ、俺が来た時はいたよ、いっぱい。その時はもうすごかった。だ、それからしばらくしてだんだん人気が落ちてる。そうですね。で、確かにいるもんがなかったら鳥だってさ、なんだって。で、今は俺は小湊に土地があるんだけどさ、そこにクジャクが、あ、逃げてきたの。このクジャクがびっくりしたよ。え、なんでこんなクジャクがいるのかな。で、
人間の声みたいな叫び声みたいな、うん、キョンキョンキョンがあちこち今行ってんじゃ、柏まで行ってるってやキョンが、ここから逃げたやつが、俺どのも来るよこう中へ野菜なんか食べに。キョンってどんな鹿みたいな、うん、そうそうちっちゃいのじゃあれが来るとね、山昼を運んでくるんだ。ほんでポコンと一つ落としたりさ、もう腹いっぱいになっちゃって山昼は落っこっちゃうからさ、それが今度は俺の庭で増えちゃってさ、血吸われたりさ、はい、みんなえらい目にあってやる、あのキョンに畑荒らすんだろ。フラミンゴとも、フラミンゴとかもいたんですか。そうそうそう、でフラミンゴの看板があったでしょ。 はい、あれのがみんな持って行った誰かにたまにあの道路通るとさ飾ってあるやつがあるよ、フラミンゴのあれ。動物って全部売っちゃったんですか。そう、だから逃げたやつも結構いい。ここはすごい、イノシシはね出る、猿はね、猿は軍隊、猿にみんなやられてるんだもん、野生の、野生化しちゃった。そうそうそう、大群で来るからわたまんないよだからもうこれも作んねえんだもん、あれ猿の餌にみんななっちゃう。この辺はね、さあるじゃない、今日今この辺で鉄砲やってるからね、鹿とかああいうのを殺してるから、だから山奥でボン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 やるからみんなこっちに逃げてきちゃう、民家の方に。民家は鉄砲撃てねえじゃん。だけどこの中でやってるね、あ、猟友会の人が、そうそうそう、週に1回やってる。だ夜なんか山道掘って帰ってくると鹿と会うよ、うん、鹿とか今日はね。結局ホテル、リゾートホテルができるの、詳しくは、うん、そんな感じかね。管理もまだ分かんないで、はっきりしたこと。千葉県が主導で作るのか、民間民間じゃないの、穴掘ってみんな検査してるの。道の駅ができるのはいいです、うん、地元観光客に、うん、車、どうかな、分かんないまあこれは海があるからねいいけどね、向こうの山の中にあのパークランドってあるんだ、あそこもう 3軒ぐらい変わっちゃったかな、名前が。やっぱりダメ、今もダメだ、もう3軒目がダメで、だ山奥はダメだ。ほんで漢方の宿も12月で終わっちゃうんだ、だ山の中だ、うわ、お温泉だけどさ、なんか最近いろいろ問題出てるから漢方の宿も閉めちゃうんですよ。そう、だから お客が入んないんで、鴨川にもあるんだよね、シーワールドの前に、あそこは閉鎖になんねん。あんな山奥だな、誰が行くのよ、遊ぶともないの、寝るのもないし、ここは下が海だからさ、まあなんとか持つんじゃねえのか。これからどこ行くの、入んの。これちょっと海側の方行く。ああ、こっち行ったらあのあれが港がある、見れます。ダメ、入れない。みんなここ散歩してるから入っていく人いて注意してる。じゃあこの中でなんか首吊った人が何人かいるらしいわ。あ、そう。うん、中に誰もいねえんだもん。どの辺で吊ったの？木に。長い。若い子は向こうの方から入っていくのよ。ちょっとあっちの方まで撮影してみます。どうもありがとうございます。
Thank you.